オルソセラスはバルト諸国とスウェーデンの中東オルドビスキの海洋石灰岩に特有の絶滅した直角貝の一種である。以前はオルソセラスという属は古生代と三畳期にかけ発見される数多くの直角貝のためのゴミ箱分類群として使用されていたため世界的な分布を持っていたと考えられていた。現在では オルソセラスという単語は蒸気地域で発見されるレガヤレア種ただ一種の実を示す。細長い胴体を持ち、対向の中央は横方向に狭まっている。また副中心として連出細管を有する。甲角の表面は膝状になっている。本来、オルソセラスはオルトコーンと呼ばれる甲角を持つすべての直角外を示す言葉であった。しかし後に連出細管や、 気質などの内部構造の調査の結果、この広角を持つ生物は、実際には多数のグループに属しており、中には、目レベルで分類が異なるものもあった。現在では、エストニアやリトアニア、スウェーデンといった国々や、ウクライナやベラルーシなど、旧ソ連諸国から産出するオルドビス期中期のレガヤレア種のみを指す言葉となっている。ただし、関連する種が含まれる可能性は残っている。 ありがとうございます。